はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。塾長です。5月22日土曜日は卵料理の日。なんだ、全日本うまいもん推進協議会ってところが制定した日だそうでございます。鶏から来てるんですってすごい無理がありますよね。はい、その料理の基本である卵料理を通して、安心安全や衛生っていうことを啓蒙する日なんですって。で、まあ卵料理を通してそのね、食品の安全とかそういうことをしっかりと考えましょうということをやりたいのですね。あ、そうって感じですね。皆さんは卵料理何が好きですか？私は断然目玉焼き丼ですね。目玉焼きを丼に乗せて、黄身を割ってですね、で醤油あるいは、まあ、だし醤油がベストですね。だし醤油をそこにかけて、ご飯をかっこむと。詳しくは、美味しん坊の18巻を読んでください。もうこれを読んだから私はもう大変魅了されてまして、これが一番美味しいと思ってます。あ、作り方大事ですよ。よく美味しん坊を読んでください。はい、はい、で、はい、じゃあ今日の、今日土曜日ですからね。土曜日は今日の名言日記であります。はい、名言言ってみましょう。褒められたことを思い出してみるね。まあ大人も子供もですけれども、まあ私塾の先生ですから、将来の高校とか大学ね、ここの進路はどうしようってことの話をすることは多いんですけれど、まあ初めてうちの塾に来た生徒さんには、まあ将来どんなことがしたいのって一応将来の夢聞きます。でこうだっていうふうに定まっている人もいれば、今のところ特に決まっていませんっていう生徒さんもいますよね。全然僕が必ず夢を決めなさいっていう論者ではないんですけれど、この話すると長くなるので置いときまして、で夢とかやりたいことっていうのを決める時の一つのきっかけとして、誰かに褒められたことを思い出してみるといいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。えなみくんは数学を教えるのが上手だよね。本当ですよ。これ中学3年生の時に私、休み時間で友達に数学を教えていて言われたから、私今数学の先生やってますよ。そんなもんですよで、何か褒められて、あ、これ自分にその特性があるんじゃないかなっていうのがきっとあると思うんです。なかなか思いつかない人はもう幼稚園の時から遡って、あ、こんなことやってお母さんに褒められたな、こんなことやって学校の先生に褒められたなっていうことを思い出してみてください。もし仕事に詰まっている社会人の皆様がいらっしゃるようでしたら、かつて自分がどのような時に褒められていたのかをもう一度思い出してみてください。きっと、今の仕事をちょっとやる気になるかもしれませんね。はい、元気になる源になるものって何でも取り入れたいですよね。だから褒められたことっていうのは思い出してみるといいんじゃないでしょうか。はい、では今日の名言はここまでにしたいと思います。皆さん、またね。